こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は未来の年表、人口減少日本でこれから起きることについて解説していきます。日本が少子高齢社会にあることは誰もが知る常識です。しかしその実態を正確に分かっている人はあまり多くないです。50年100年単位の人口推移を見ると、日本人はゾッとする速度で減少していきます。2015年時点において日本の総人口は1億2700万人でした。それが40年後には9000万人を下回り、100年も経たないうちに5000万人ほどになる見通しです。これほどの速度で人口が減るのは世界史において類例がないです。歴史上初の危機が今の日本を襲っています。今後海外に移住する予定はなく、日本で過ごそうと考えているのであれば、まずは日本の少子高齢社会の実態を正確に把握してください。今回の動画では日本の少子高齢社会に関する知識を8個のポイントにまとめています。今回の動画を見て参考になった、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、2023年企業の人件費がピークを迎え企業を苦しめる。2023年以降5年間で労働人口が約300万人も減少します。その一方で団塊ジュニア世代が高賃金をもらう50代に突入します。労働人口が減少する一方、人件費は高くなり、企業は非常に苦しい状況に陥ります。日本の労働人口の減少は目を覆いたくなるほど悲惨な状況です。国勢調査によれば、15歳以上の人口に占める労働人口は2010年から2015年の5年間で約295万人も減少しています。さらに内閣府が公表した労働人口の将来推計では、次の3つの条件を満たしたとしても2030年には2013年と比較して労働人口が300万人も減少するとされています。その3つの条件の1つ目、合計特殊出生率が2030年までに 2.07 まで上昇。2つ目、女性の労働力率が現在の 50% から2030年には 85%、 2060年には 90% まで上昇。3つ目、60歳以上の労働力率を5歳引き上げる。そしてさらに2030年から2060年にかけては30年間で約700万人も労働人口が減少します。ちなみに先ほど挙げた3つの条件を省いて現在と同じ条件で計算すると、2030年には約900万人、2060年には約2700万人も労働人口が減少します。労働人口が減少すれば、あらゆるサービス提供が不足する可能性があります。特に高齢者が増加すれば、医療や介護に関するサービスは確実に足りないです。さらに金銭面で考えると、確実に社会保障を支える世代の負担は増加します。高齢者1人の医療費、介護費、年金などの保障を労働者1人で肩車するように支えなければいけないです。このような状況になれば、若者は消費活動を制限して自分の将来のためにお金を貯め込み始めます。さらに高齢者も自分の長い老後生活のお金を確保するために消費活動を制限します。そうなると日本の景気は悪化します。労働者の所得はますます低下します。企業体力が乏しい中小企業は倒産します。日本が足を踏み入れている少子高齢化は、これほどに恐ろしい未来への第一歩目です。今の日本が直面している問題がどれほど深刻かを理解してください。その上で自分の身の振り方を考えてください。2個目は、2025年ついに東京都も人口減少へ。世界的な大都市である東京も、いずれ少子高齢化の影響によって苦しむことになります。2015年の国勢調査によれば、
東京都の人口は2025年でピークを迎え、そこから人口が減少していく見通しです。その一方で東京都の高齢者人口は増加していきます。2015年に301万人だった高齢者人口は2040年に394万人、2050年に419万人になる見通しです。要は2025年以降、人口が減少する一方、高齢者人口は増加し続け、高齢者比率が急激に上昇します。東京の高齢化が急速に進む理由は大きく2つあります。まず1つ目の理由は、高度経済成長期に夢を見て地方から出てきたかつての若者の高齢化です。団塊世代が85歳以上となる2034年になると、日本の80歳以上の人口がピークを迎えます。その数は1630万6000人の見通しです。日本の人口である1億2000万人のうち1630万人、つまり約8人に1人が80歳以上です。この超高齢化の波は若者の街である東京にも確実に影響を及ぼします。続いて、東京の高齢化が急速に進む2つ目の理由は、高齢者の東京への流入です。現在東京の人口が増加している理由は、高収入を求めて流入する若者の影響だけではないです。高収入の息子や娘が住んでいる東京に、地方に住んでいた親が助けを求めて引っ越しています。同居する場合もあれば、近隣に物件を借りて住む場合もあります。東京に住んでいた人が高齢になることに加え、高齢者が流入している結果、東京都は現在も高齢者の人口が増加しています。ちなみに東京都が高齢化すると、医療や福祉のサービスが確実に不足します。東京はこれまでビジネス中心の街づくりをしてきました。そのため介護の基盤整備が遅れています。施設整備率は低く、在宅サービスも整っていないです。家族や地域の支援を当てにしようにも、東京は地価が高い影響で住居が狭いため、在宅介護が困難な場合が多いです。医療に関しても、東京都は地価が高いため簡単に病院を増やすことができないです。結果的に地方よりも高齢者が多いにもかかわらず、医療機関は地方よりも少ない状況に陥ります。大都市東京の高齢化は地方の高齢化とは違う混乱を招くと考えてください。3個目、2030年百貨店銀行老人ホームが地方から消える。人口が激減する日本では、国土の均衡ある発展を目指すことは不可能です。地方では人口減少や高齢化に伴い衰退の一途をたどります。内閣府がまとめた報告書地域の経済2016では、2030年には日本の 80%、 38道府県で生産力不足に伴い需要を賄えなくなるとされています。生産量不足はあらゆるサービスの維持が困難な状況を招きます。国土交通省の国土のグランドデザイン2050では、恐ろしい未来が描かれています。その内容は、地方からあらゆるサービスが消滅するという内容です。報告書の中には、存在確立という言葉が使われています。存在確立とは、サービスの維持に必要となる需要の規模のことです。例えば生存確率 50% は、その地域の人口が一定数を下回ると 50% の確率でサービスが存続できないことを意味します。ではここからいくつかのサービスの存在確率をお伝えします。まず、食料品の小売店、郵便局、一般の診療所は地域の人口が500人の場合で存在確率が 80% です。つまりこのようなサービスは、ある程度人口が減少してもサービスの存続が可能です。一方、老人介護福祉施設は人口500人の場合、存在確率は 50% です。要は高齢化した過疎化地域では、老人介護施設の存続は厳しいです。さらに銀行は、人口9500人の地方自治体であれば存続可能ですが、人口が6500人を下回ると撤退を始めます。診療所ではなく一般病院規模の医療施設は、人口5500人で撤退を始めます。
さらに2040年の人口予測から存在確率を計算した場合、百貨店は 38.1% の自治体で存続が難しくなります。大学は 24.5%、 有料老人ホームは 23%、 ハンバーガー店は 22.7% の自治体で存続できなくなります。サービスの存続が難しくなれば、住み心地が悪くなることに加えて、そこで働く人が減り、お金の流れも乏しくなります。そうなればさらに地方の税収は減少し、衰退の一途をたどります。政府が描く未来予測にはこのような恐ろしい未来が描かれていることを理解してください。4個目、2035年未婚大国が誕生する。日本では年々婚姻件数が減少し続けています。厚生労働省の人口動態統計月報年計によると、2016年の婚姻件数は62万523組です。この結果は前年の2015年と比べて1万4633組も減少しており、戦後最少を更新しています。このような話をすると、少子高齢化が進んでいるため婚姻件数が減少するのは当たり前と思う人もいます。ただし実は婚姻件数が減少している理由は少子高齢化だけが原因ではないです。婚姻件数の減少を別の角度から見てみます。日本のデータ統計では、50歳まで結婚したことがない人の割合を生涯未婚率と呼びます。生涯未婚率の割合は1990年を境にうなぎ上りに上昇し続けています。2015年時点の生涯未婚率は男性の 24.2%、 女性の 14.9% です。要は2015年時点では男性の4人に1人、女性の7人に1人が50歳までに結婚したことがないです。そして生涯未婚率は今後も増加し続ける予測が立てられています。2035年には男性の3人に1人、女性の5人に1人が生涯未婚の未婚大国が誕生する見通しです。もちろん結婚するもしないも個人の選択です。結婚した方がいいとは言わないです。しかし国家全体で考えると、婚姻件数の減少は日本の人口減少に直結する大問題です。日本は世界的に見て結婚と出産の結びつきが強いです。日本では婚外子、要は未婚の子の出生率は 2.29% です。それに対して婚姻前に子供が宿るできちゃった婚で生まれた子の割合は 25.3% です。つまり出産イコール結婚という意識が日本は非常に強いです。日本では婚姻件数の減少は少子化並びに人口減少を加速させます。結婚するかどうかは個人の自由ですが、国家的には改善すべき問題であると考えてください。5個目、2045年、東京都民の3人に1人が高齢者になる。東京都がまとめた報告書、都民ファーストで作る新しい東京には、東京都の高齢化率推測が示されています。その内容によると、2015年時点では、東京都の高齢者率は 22.7% です。全国平均は 26.6% のため、やはり東京は全体的に見ると高齢化のスピードは遅いです。しかし東京都も将来的には高齢化の波に飲み込まれます。東京の高齢者率は2030年には 24.3%、 2045年には 31.3% になると予測されています。つまり2045年になると東京都民の3人に1人は高齢者です。東京都が高齢化していく未来は他の調査データでも示されています。2010年と2015年の国勢調査を確認すると、東京都では65歳以上の人口が36万3000人増えていることがわかります。他にも日本の地域別将来推計人口によると、2040年の東京都の高齢者数は2010年に比べて約144万人増えて412万人になるとされています。なんと30年で65歳以上の人口が 1.5 倍です。すでに高齢化が進んでいる地方の自治体ではもはや高齢者が増えようがないです。先にもお伝えした通り、
高齢化と過疎化が進めば、あらゆるサービスがその地域から撤退を始めます。言い換えると、日常生活である程度不自由のない暮らしをしたり、介護サービスを満足に受けるには人口が多い地域に住むしかないです。だからこそ、満足できるサービスを受けるために高齢者が東京にどんどん移動してきます。その結果、東京都民の3人に1人が高齢者になる時代が来ます。地方の衰退は都心部にも影響を及ぼす国家的問題だと考えてください。6個目、2050年、世界的な食料争奪戦に巻き込まれる。日本では少子高齢化やテクノロジーの発達、業界別の平均賃金の差など、あらゆる理由が折り重なり、農業従事者が減少しています。農林水産省の2015年農林業センサスによれば、販売農家も含む農業就業人口は209万7千人です。この結果は前回調査の2010年と比較すると50万9千人も減少しています。たったの5年で約 20% の減少です。そして農業就業人口は今後さらに先細りする見通しになっています。さらに農林水産省の資料、荒廃農地の現状と対策についてによると、2014年の荒廃農地は約27万ヘクタールです。このうち再生可能と考えられる農地は約13万ヘクタールで、荒廃農地の半数にも満たないです。言い換えると、約14万ヘクタール分の農地は農作物を作ることができなくなったってことです。農業就業人口や農地の減少は日本の農作物の生産量を急激な速度で減少させます。農産物の国内生産量が減少したら海外から輸入すればいいと考える人もいますが、現実の問題はそんなに単純なものではないです。日本の人口は減少していく一方、世界的な人口は現在も増加し続けています。内閣府の2030年展望と改革タスクフォース報告書では、2015年時点で約73億人だった世界人口は2030年には約85億人になるとされています。世界的に人口が増加するということは、世界中で食料不足が発生する可能性があるってことです。農林水産省の2050年における世界の食料需給見通しによると、世界人口を養うためには2050年時点における食料生産量を2000年の 1.55 倍まで増やす必要があります。このデータは世界的な食料危機の可能性を示唆していると同時に、日本がこれまで通り食料を輸入できるかわからないことを意味しています。人口が減少する一途をたどる経済停滞している日本が、他国との競争で満足な食料輸入量を確保できるのか。日本の人口減少は日本全体の食料危機にも影響を及ぼす可能性があると理解してください。7個目、2065年、外国人が無人の国土を占領する。あなたはナシゴ高齢化という言葉をご存知ですか？ナシゴ高齢化とは、出産が可能な年齢の女性がいなくなり、高齢化だけが進む状況のことです。すでに高齢化と過疎化が進んだ地域は、ナシゴ高齢化で苦しんでいます。若い人は都会に出ていき、その地域に住んでいる人はすでに子供を産むことができない高齢者だけの状態です。このような話をすると、そこまで極端な話は、自分には関係ないと思う人が多いです。しかし実際には、日本に住んでいる以上、かなり多くの人が将来的にナシゴ高齢化で苦しむことになります。国土交通省の国土のグランドデザイン2050には、寒気がするほど恐ろしい未来が描かれています。例えば日本列島を1平方キロメートルずつに区切ると、日本列島を約18万個に分けることができます。この区分けした18万個の地域の人口増減を分析した結果、2050年には 65% の地域の人口が半分以下になっています。しかもそのうちの3分の1にあたる 19% の場所には誰も住んでいない状況です。さらに国土交通省が作成した国土の長期展望には、離島振興法の対象地域となっている有人離島の約 10% が2050年には無人島になっていると記されています。国境離島や外洋離島は排他的経済水域の重要な根拠となります。
エネルギーや鉱物資源加工、漁業や海上輸送の自由など大きな国家的役割を持っています。そんな大切な離島が無人島になれば日本国土であるという主張が弱くなります。不法占拠を企む国から日本を守り抜くことが難しくなります。さらに離島に限らず本土でも誰も住んでいない地域が増えると治安維持が難しくなります。人の目が届きにくい地域は不法地帯と化していきます。日本政府がこれから数十年後の日本の未来に対してどのような展望を持っているのか正確に把握してください。8個目、日本を救う10の処方箋。ここまで日本の危機的状況をお伝えしました。ではどうすれば最悪なシナリオを避けることができるのか、ここからは10の処方箋と題して日本を救う方法を一気にお伝えします。処方箋の1、高齢者の生活費削減。安い家賃で入れる高齢者向け住居の確保など高齢者の生活費の負担が軽くなる政策で、戦略的に超高齢化を迎えることが大切です。年金制度の維持が難しいのであればせめて支出を減らす取り組みをしなければいけないです。処方箋の2、24時間社会からの脱却。24時間いつでもサービスが受けられる過剰サービスから脱却し、主となる時間の働き手を確保しなければいけないです。処方箋の3、非居住エリアを明確化。人が住む地域とそうでない地域を明確に区分けすることで居住エリアには確実にサービスやインフラが届けられます。今こそ日本をコンパクトで効率的な国に作り変える時です。処方箋の4、都道府県を飛び地合併。高齢化や過疎化地域は税収が少ないです。その結果行政サービスを届かせるのが困難な状況です。東京都と島根県や千葉県と佐賀県を飛び地合併させるなど大胆な改革が必要です。処方箋の5、国際分業の徹底。人それぞれに得意不得意があるように国にも得意不得意は存在します。日本は世界の中でも極めて国産品の生産分野が多い国です。得意を生かして他国と協力する必要があります。処方箋の6、匠の技を活用。工業製品を大量生産して流通させる市場から抜け出し、匠の技を活用した高付加価値商品で日本経済の活路を見出すことが大切です。目指すは少量生産少量販売を成功させているイタリアモデルです。処方箋の7、国費学生制度で人材育成。付加価値の高い仕事を生み出すイノベーションは待っていても起きないです。選抜試験を実施し、優秀な成績の学生は国費学生として教育費を完全無償化するなど大胆な人材育成改革が必要です。処方箋の8、中高年の地方移住推進。アメリカの大学連携型 CCRC をモデルにした政策です。リタイア後のまだ元気なうちに都会から移住し、大学のキャンパスで学生生活を楽しむ生活には様々なメリットがあります。処方箋9、セカンド市民制度を創設。人口が減少している地域では定住者ではなく訪問者に目を向け、リピートやファン人口を増やす政策が必要です。一度きりの観光ではなく、都会から定期的に足を運びたくなる仕組みを作ってください。処方箋の10、第3子以降に1000万円給付。これからの日本が抱える問題の根本的な原因は高齢化と少子化による人口減少です。少子化に歯止めをかける大胆な政策を打ち出し、問題の根本原因を解決する必要があります。以上が日本の未来を守るための10の処方箋です。解説は以上です。日本は今世界史上類例のない大きな課題に直面しています。類例がないってことは常識的な政策では解決できないってことです。大胆な発想と決断が日本の未来を守ります。大胆な発想と決断には国民一人一人の正しい理解が必要です。少子化対策の政策予算を確保しようとすれば、反対意見が出るのは現状の日本が直面している課題を正しく理解できていないからです。そして課題を解決できない場合、どのような悲惨な未来が訪れるのか理解できていないからです。僕たち日本国民一人一人が現状と処方箋を正しく理解すれば、国は確実に動きやすくなります。
現状と課題を正しく理解することが個人レベルでできる日本防衛の第一歩だと考えてください。今回の動画が役に立った、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。